今月はついていない人必見2024年6月後半運勢巻き返し法、はい、月の後半にもなってしまってますが、はい、占い上の月っていうのが、まあ、1日からではなくって1週間ぐらいずれ込みますので、まあ大体今折り返しぐらいかなと、はい、そこで前半どうもいまいちだなと思う方は、そのまま座して死を待つのではなくてですね、これから言う方法で巻き返していただいて、はい、後半を有意義なものにしていただきたいと、という巻き返し法でございます。で毎月違うんですけれども、6月の場合はですね、はい、ついてるやつに金を借りろ、もしくはおごってもらえと。なるほど。まあ何でもいいんですよね。ポイントはついてるやつからというところが問題なので、はいはいはい、誰でもいいわけではありません、うん、でまあそのついてる人っていうのはどうやって見分けんのっていうところですけれども、まあ、この辺はそんなに難しく考えないで、はい、まあ、旗から見ててあいつ最近ついてるよなっていうふうに思えればそれで結構です、ね、なるほど。自分がついてないなと思う場合には、大体普通の人はみんな自分より運がいいはずですから、確かに、そういった、どなたでも構いませんので、運のいい方から、まあ金借りるのが一番いいんですけどね、はい、あのもちろん返すんですから、うん、で借りるわけですけれども、お金によって運は流れるというルールがありますので、その、ね、人から分けて運のいい人の月をお金と一緒にこうやって持ってくると、うん、で金は返すけど月は返さないぞっていう形になるよという。でご飯を奢ってもらうのはやっぱり一緒に食事をすると運気の交流というのが起きるんですよ、ね、はいはいはい、だから、まあ家族とか大体ねみんな一緒にご飯食べたりするわけですけども、うん、大家族制度だとその1人2人は運のすごく悪いやつが出てもね確率的におかしくないんだけど、はい、みんなで一緒に夕飯食ってたりするとそこで運の交流が起きて家族の中の運のいい部分が悪いやつの方に流れ込むんで、そんなに激しく落ち込むやつを作らないという、生活の知恵が大家族制度の食事というふうになってるわけなんですね。でまあ、中にはケチ臭い人がいて俺の運の良さは誰にもやりたくないっていう人は一人ポツネンとあの孤独に飯を食ってれば誰にもあげなくて済むぞということになると、はい、そういう、まあ、大家族はそういう意味であの激しく落ち込む人を作らないというメリットがあるし、うん、でも逆に独り勝ちする人も出さないという、うん、部分もあって、みんな平均化しようよっていうのがそういうお食事なので、それを、ついてる人とやってみようじゃないかと。なるほど。なっております。はい、奥村君どうですか。6月は体調を崩しておりまして、ああでしかもその非常3週間ぐらいもちょっとどうしようもなかったので、はいはいはい、だからマジでその金を借りようと思います私もあの元気にしているように見えますが、実は今かなり体調を崩しておりましてですね、2人ともですね、2人ともなんで、これはもうね、山下さんに奢ってもらう、カメラの奥にいらっしゃる、ね、とてもついてらっしゃる方に奢、ね、っていただかないとですね、半袖半ズボンで元気そう、ね、おっちゃんいくつやってるかって、ね、ついてない人間の服装じゃないですか、ね、ついてる人間の格好つきまくってますね、ほらもうついてないいやまあ、ということでございますので、はい、皆さんこの方法で巻き返してみてください。はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは、また明日もご覧ください。また明日。はい、また明日。